この研究室では電力システムの研究だけではなくて太陽光発電システムの研究も同時に行っています。複数分野の組み合わせによって新しい手法の開発ができないかと考えて研究しております。研究している分野としましては主に3つあります。1つ目は再生可能エネルギー自体の研究で、その利用価値を最大限引き出すための研究。2つ目は電力システムに関する研究で、変動する再生可能エネルギーをどう取り組むかの研究。3つ目はエコロジカルフットプリントの研究で、どのぐらい再生可能エネルギーを入れたらいいのかという研究を行っています。温暖化を抑えるためにはあと2、30年で温室効果ガスをゼロにしないといけないというふうに言われています。そのためには再生可能エネルギーを大量に導入する必要がありまして、そのためには何か技術革新が必要になります。福井大学では再生可能エネルギー技術と電力システム技術、この両方のうまい組み合わせでその壁を越えられるのではないかと考えています。例えば今電力システムに入る再生可能エネルギーがもう限界に近づいているという話もありますが、その問題の一つに太陽光発電の出力が夕方に急にこう下がってきてしまう、そういう問題があります。この問題に対しまして両面受光型太陽電池が使えるのではないかと考えました。この両面で発電できる太陽電池ですね。でこれを垂直に設置して東西に向けると。で実際にシミュレーションしてみますと夕方になってもまだまだ発電しますので、それを緩和できることが分かりまして、太陽電池ももっともっと入れられるようになる。でしかもコストが下がる、そういった研究結果を得られています。世界にはこのような問題を見つけて解決していく問題解決力を持った人材が求められています。 PEP にはそういった人材を育てる他にはない環境が整っています。ぜひ門を叩いてみてください。そして新しい道を開いてください。